はい、今日はですね、厳寒期、寒い時期ですね。その中でデイゲームのアジング、こちらをやっていきます。この厳寒期の中で僕がどのようにしてデイゲームのアジングをしていくか、それをお届けするんですけれども、まあ、何を注意するか、まあ、低水温ですよね。でベイトもちょっと少なめ、こういう時アジはどこに行くか、なおかつ明るいこの時間、お昼過ぎですよ。こういうところ、どこをチェックして釣りをしていくか、これをお届けします。じゃあ早速ね、行ってみます。はい、で厳寒期なんで、まあ見てもらえば分かる通り、ちょっとね、外海ね、白波立ってます。今日ちょっと風が強めですね。ただこんな中でも比較的アジがたまりやすいようなね、ポイント、それがね、いくつかあります。もう目の前、今ここちょっと白泡立ってますよね。で前に付けた取っ手があります。でこういう角で、なおかつちょっと薄暗いエリアで、水温が下がってくるとなかなかね、こう活発的にアジたちも動き回らずに、明るい時間は特にこういうところに身を潜めやすい。なのでね、とりあえずここやってみますよ、ね、お風強いな。で基本的に明るい時間はもう表層ではほとんど浮いているアジを見えない、目視で見えない限りはだいたい下の方に固まっているので、もういきなり下の方までね、しっかり沈めてください。カーブホールでいいんで。お、来た来た来た、おお、いきなり来たじゃん。お、ちょっとちっちゃい豆だけどね、ほらいたでしょ。1投目でいましたね、1匹目ね。とりあえずね、小さいね、豆アジサイズですけどね、いました。でこれも今カウントして大体ね、15カウントぐらい下の方にゆっくり沈めていくときに、カーブホール中にね、コーンってちっちゃくね、当たってくれた感じですね。でやっぱりここ何がいいか、風が僕の背中から前に向かって、こういう風向きですよ、 こっち向き、竿先の方に向かってね。でまあここの鳩があって、でなおかつ外海の潮が当たってるんだけど、ちょうどこの取っ手の L 字の付け根の部分だけは、まあ白泡が残ってるぐらいで、そんなに潮の流れがね、速くないんですよ。だからちょっと緩いところに身を寄せてるような感じだから、まあそこそこの数ね、まだまだいると思います。でこの中で流れてくる餌とかをね、比較的待ってるような状況ですね。ほら来た、いい当たり。これもかわいらしいけどね、サイズ的にはね、このサイズですよ、このサイズだけど、しっかり狙ったらもう2投連続ですけどね、釣れましたね。でいいとこかかってる、ほらリーダー持って、ジゲットのヘッド持ってもバレないぐらい待ってる感じ、ね、だから潮髪の方に自分が立ってあげて、こうワームをしっかり潮髪登っていくような感じ、そうやって入れてあげる。だから逆に言っちゃうと、こっちは正面とかに投げると多分当たりがね、極端に減っちゃうと思うんです。なんでかっていうと、まずすごいオープンエリアで明るいこと、それと比較的ちょっとザブザブしてて流れが結構強いか可能性がある、だから当たりがちょっとね、出ないと思う。15、ね、15カウントでも当たんないでしょ。なので簡単に言うと、ここから正面の明るいエリアにはアジがまだいない、だから割とこの付け根の方に溜まってるってことが分かります。なのでもう一回狙ってきますね。もうほんと付け根軽く投げて、
かり沈めてあげる。おお、当たった。ほら、ほら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 、来た。ほら、ほらね。しかも食い方がどんどん良くなってる。もうジゲット見えないぐらいの食い方だもんね。ほら、ヘッドの頭しか見えないでしょ。それだけもうしっかりもう餌と認識してバックリ食べてる感じですよね。この感じもね。ただしっかりと暗い潮が少しこう当たって巻いてるような流れがきつくないエリアの今はここのポイントにかけてはボトムの方、そこまで落としていってあげて、そこからこうちょっと優しいアクション、もぞもぞってアクション、そうするとこう釣れる。ほら釣れた。よしよし、ほいほいほい、よし、ほら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 ね、釣れるでしょ。だこうやって今の状況でいうともう本当狙い通りというかね、読み通りですね。この三角地帯クランクしてるエリアのアジたちを見つけれた感じ。じゃあ今度次、ここはだいたいこれぐらいのね豆アジサイズがいることが分かる。じゃあ反対側、逆側、風が当たってない風裏側ですね、そこを見てみましょう。さっき釣れてたところの反対側、こっち側、条件的には同じようなね、こう L 字にクランクしてるエリアで、こっちの方が波が穏やか、風裏になってる。ただ一つ、太陽が思いっきり当たってる側ですよね。じゃあこっち側でやってみましょう。こっち側の方が潮の流れはより流れてないというか、巻いてる潮がゆっくりと動いているような状況。こっち側は明るい側なので思いっきり太陽が照らしている。でなおかつ潮とか風と潮がね抜けてってる感じで、ここはね割と比較的穏やかなんですよ。なので当たりがない、そういうのが分かりますね。はい、でやっぱりね、こう太陽が当たってる側、明るい側ですね、まあこういうところはねやっぱり当たりがないです。なのでもう一度ね、日陰、影のある方に行きます。潮も当たってしっかりとも影もできてる。当たりね。ほら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 、俺はアジだろ、ほらほらいたね。やっぱりほら一投でね結果出るでしょ、いればちゃんとね釣れます ね。ありがとうね。なのでもう単純明快ですよね。明るい時間やっぱりこうね堤防の際のにできてるね、影の中、そこを積極的に狙っていく。そうすることでアジに出会える確率がぐっと上がりますから。でこういう影をやって当たりがない場合、もう単純にアジがいないという判断でいいです。いない中ずっと狙い続けても、いなければ魚は釣れませんから。なので当たりがなかったら次のところという感じに狙っていってください。なのでここはね、もう比較的ね、もう大きい港なので何か所か回ってアジがいるところを探しましょう。よし、今度はまあこういう構内ですよね。構内の中で、まあ、太陽が全然当たってます。ただ見た感じもうボトムは見えないぐらいの水深、割と深場、ここポイントです、ね。まあ、無論浅いねシャローエリアで見えてるアジがいれば狙えばいいですけど、どうしてもなかなか浅いところ、水温がぐっと下がっちゃうと活性がね、いたとしても口を使いにくい状況になったんですね。だから比較的穏やかで水温が安定しやすい深場、
こを狙っていきます。だから狙うレンジ自体もしっかりとボトムレンジ、ね、海底の方ギリギリ底の方ですよね、そこまでしっかりとワームとジグヘッドを沈めていく。だこの時もなんとなくでもいいですけどカウントだけはしっかりしてください。どのレンジまで下げたらアジがいるかなっていうのを把握するためですね。おうおうおう元気だね、綺麗ないいやじゃ、わあ釣れた。これもしっかりと沈めてあげて底の方で食ってきたはずです ね、 ここ ね、 ねこの感じ。ただレンジは結構やっぱ下の方でしたね。20カウントぐらいしっかりと沈めてあげて、今使っているのがスナイペットの S の 1g が20カウントぐらいなので、まあ大体のざっくりの計算でいうと4メーターぐらいのところにで当たりが出始める。20まではもうほぼほぼノーアクションでスーッと落としてってあげてください。で狙ってるレンジ今20で当たった場合はなるべく20より下はすぐにやらないこと。なんでかというともしかしたら20カウントより下側にすごいいっぱい群れがいたとするじゃないですか。その群れの中でやる気のあるやつが大体上にいるんですよ、大体ね。その群れの中のやる気のないやつにワームの存在をあまり気づかせないようにすること。これ結構重要で、まあ見えてるアジとかをねやってる場合とかは群れのね真ん中を攻めないようにしましょう、言いますね。それと同じように見えない中でもなるべく上のアジから釣っていくような感じ、群れの上に先頭上側を意識しているようなアジ。それを釣ることで下のねやる気のなかったアジたちもちょっとずつ活性がねこうやって上がってくるんですよね。ね、今釣れたカラーですねがこのライムサイダー、クリア系のライムグリーン、これが釣れたんですよ。で僕の中で冬場アジングをするにおいて比較的出番が多いのがこの大体3色イワシッコ、あとはミドキン、ベースはともにクリアです、ね、透明度が高い、水温が下がるにつれて水中のね微生物が少なくなってきて、で割と水もねどん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 クリアになってくる。でクリアになってくる中で例えばだけどこうつぶつぶピンクとかちょっと強い色、派手な色ですねをアジに見せちゃうとなかなかちょっとね口をね使いにくい状況になってしまう。なので最初は比較的透明度の高いクリア系のから、これからね使ってもらっていいですね。なので次今ライムで釣れたので次はクリアのベースのミドキンねしてみてどう反応するか、これでいきます。お、もうだいぶ上で当たるね。ほらこっちの方がミドキンの方がライムよりも当たりの出方が激しい。ということは、あ、落ちちゃったけど明らかに当たりの数が増えた。ということは UV よりもクリア系、ただのクリア系のベースのカラーの方がアジたちにとってみればより餌に近いカラーになっているということが分かりました。なのでもう一度これでしっかりと狙っていってこのカラーが本当に合ってるのかどうなのかっていうのを確認してください。
夏場に比べるとどうしても水のね水温が下がって透明度が高くなるので、あんまり派手な色を最初から入れちゃうとアピールが強すぎちゃって、やる気のない味たちからしたら、うわ餌じゃないって見切られやすい傾向があったりするので、なのでなるべく目立たないカラーを特にデイゲームの場合は選択して使ってもらっています。すごいね、持ってく持ってく。ほら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 、これかな。ほら、もうこれ持ってってる持ってってる。これちっちゃいやつ。ほら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 。もう加えちゃってるね、これはね、完全に。そう、それぐらいほっといてもずっと加えてられるぐらい疑いなく食べてる感じ。もう完全もう合わせがねほっといたから丸飲みですよ。ほらもうジゲットの頭しか出てないでしょ。でカラーもほら緑にちゃんとね。なので今の状況でいうとライムサイダーよりも圧倒的に緑の方が味からしてみたらより餌に近い、こっちのカラーの方がナチュラルで餌っぽいから、だからもう何度も何度もアタックしてる。こうやって色合わせをしていく、これとても 大事ですからね。明るい時間もね、どのカラーがより釣れるのか、これを見つけてあげる感じ。はい、今日はね明るい時間ね、冬場のねデイゲームのアジング、これをね楽しんでみました。まあ、状況をこう自分で見分けて、どこにアジが作るか、どういうところが冬場にアジが潜みやすいのか、それを判断しながらカラーローテーション、それから誘いのローテーションやってみてください。そうすればねきっといいアジングができますからね。ぜひぜひ寒い冬ですけど楽しいアジングをやってください。ありがとうございました。